マク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 そうですね、もう自分の持ってるものを出すだけと思ってたので、もう必死で日本のために頑張りました。一点もやれない場面でマウンドに上がり、そして11回はタイブレークでした。その中で本当に日本を救うピッチングになりましたね。そうですね、ランナー背負っても自分のピッチングをという心がけたので、まあ、その結果だと思います。アスカマッカ投手で9人目でした。ピッチャー陣みんな一つになったんじゃないですか。そうですね、ピッチャー陣というよりもチームは一つになれたかなというふうに思います。よっ、そしてこの時間でもこれだけの大歓声がありました。どうでしたか。そうですね、気持ちよかったです。今日の一勝というのはチームにとってどんな一勝になるでしょうか。そうですね、世界一へ向けて奪還するために非常に大きな一勝だと思います。ではこの試合を勝った投手陣を代表して最後に一言お願いします。監督もおっしゃってたんですけど、遅くまで熱い声援ありがとうございました。割り切ってホームランだけ狙いに行きました。そうですね、はい、気持ちよかったです。ありがとうございます。中田選手、これで3試合連続ホームラン、WBC 侍ジャパンで初の快挙です。これもね、ファンの皆さん の声援のおかげなんで、本当に感謝します。ありがとうございます。というのはどのようにつながっていくでしょうか。いや、本当にこうやってみんながね、粘り強く、またピッチャー陣の、ね、皆さんも本当に最後まで粘り強く投げてくれて、またこういう勝ち方ができたので、ここからもっともっとジャパン乗っていくと思います。はい、最後に日本中の野球ファンに一言お願いします。はい、本当に今日も遅い時間まで本当に大きな声援ありがとうございます。もう時間も遅いので、皆さん帰りは気をつけて帰ってください。